ヌーリ・ジョンケルは、オスマン帝国末期及び、トルコ共和国初期の軍人。トルコの政治家。ムスタファケ・マル・アタチュルクの最も古くからの友人として、知られている。最終階級は大佐。1881年10月13日、サロニカで、オスマンベート・アイシェイハヌムの息子として生まれた。サロニカ陸軍幼年学校、モナスティル陸軍少年学校を経て、 1902年12月6日に陸軍士官学校を不評省尉として卒業した。12月7日に陸軍大学に進み、1905年10月23日に同学を優秀大医として修了し、第42予備連隊第4中隊長に任命された。1907年、第3軍第5狙撃大隊副大隊,隊長、第5軍科士官学校長を歴任した。 1908年、模範大隊の共感補となり、ドイツ帝国皇帝をイルヘルム2世を大隊と共に、ヤニアで出迎え、皇帝の越兵を受けた。1909年4月13日の3月31日事件が起きると、4月11日、イスタンブールに入場し、町下兵衛兵舎を占拠し、4月24日のタシクシュラの戦いに参加した。1910年に、 サロニカの参謀士官養成所副司令官となった後、アルバニア反乱の鎮圧任務に就いた。1911年3月31日、試験に合格し参謀となった。1911年6月9日、ユスキュプ二党予備士団の参謀となり、10月18日、井戸戦争が勃発すると、ベンガジ地区に派遣され、12月19日、ベンガジ戦隊参謀に任命された。 1912年5月23日、少佐に昇進し、トリポリタニアで活動した後、10月3日、イスタンブールに戻った。バルカン戦争では、トゥルグートレース急走交換、トゥルグートレース付け散歩を経て、ダーダネルス海峡要塞地区散歩、カバクシタ体散歩を歴任し、1913年2月8日、ボラユル地区で負傷し、治療のため、 1913年4月14日から1ヶ月半ほどドイツに滞在した。その後、参謀本部第2課ブルガリア係長、第1師団参謀長を務めた後、第3軍団霊下の第24連隊長に任命され、第1次世界大戦では同連隊を指揮してスエズ運河作戦に参加した。その後、ガリポリ戦線に移り、1915年8月10日、 ジョンクバユルの戦いで負傷した。パンガルト病院で治療を受け、1915年8月23日に中佐に昇進し、第8師団長に任命され、カフカース戦線に送られた。戦線での功績により2年の戦時加算が付与された。3ヶ月間の傷病休暇を得て、イスタンブールに来た後、1917年4月23日、 駐在部官として、ハーグに赴任した。ムスタファケマルパシャの英語会歴法の途上で、1928年6月5日、ヨット、エルトゥールル号の看板にて、左から右へ、ヌーリベイ、ムスタファケマルパシャ、ファフレッティンパシャ、シュクルナイリパシャムドロス休戦協定後、1920年6月、アナトリアに渡り、アンカラに至った。6月13日、 出版情報総局長、9月11日、アンカラ司令部司令官兼アンカラ県知事、9月16日から1921年の3月まで、第41師団長ンアダナ県知事として、キリキア地方で、フランス軍と戦った。1921年3月に、ドイツに派遣され、軍需物資の調達と輸送の任務に従事した。百二十一年九月一日、 大佐に昇進した。1923年8月1日、第2期大国民議会で、キュタヒア県から601票を獲得して選出された。1927年2月22日に、赤帯付け独立勲章を授与され、5月1日、第3期大国民議会で、キュタヒア県から再選され、7月10日に希望により、軍を退役した。 1930年8月12日にアリフェトヒ、米党首の元結成された自由共和党の初期長を務めた。しかし、同党は1930年11月17日に解散した。1931年5月4日、第4期大国民議会選挙でガーズ・ヤンティプ県から大国民議会議員に、 選出され、大国民議会副議長を1935年まで務めた。1935年5月1日、第5期大国民議会選挙で同選挙区から再選された。1937年1月7日、意識を消失し、1月11日、アンカラで亡くなり、ジェベジ殉職者墓地に埋葬されたが、1988年にトルコ国立墓地に改装された。 ウィキメディアコモンズには、ヌーリジョンケルに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。